綺麗に痩せたい方は今回のエクササイズがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、バランスボールを使ったリバースハイパーの応用編を紹介しようと思います。たったの10回を2種目紹介します。最大のメリットとしては背面全体を使うことができます。結構背中側のエクササイズってやらなかったりするので、バランスボールある方はですね、今回のエクササイズをしてください。またバランスボールない方はね、床でもできますんで、見よう見まねでやってもらえたらと思います。で、腹筋の深層部に効きます。腹筋の深層部に効くことによって骨盤を後傾させてお腹を引っ込めておく力がつきます。普通の腹筋ではですね、腹筋表面を使っちゃうのでお腹の引き締めにはつながらないんですけども、しっかりね、奥を使うことでお腹をキュッと引き締めることができます。メリットとしては太ももの裏をしっかり鍛えることができます。結構スクワットだったらですね、足が広がらないと裏に効かないとか、あとは前と後ろのバランスが悪かったら、後ろに効くエクササイズしても前が先に効いてしまうとか、そういったことがあるんですけども、今回はね、もも裏ばっかりにしっかり効きます。お尻に効かすことができます。骨盤をしっかり後傾さすことができますので、まあ、腹筋にね、しっかり効くと。腹筋の奥に効くということになります。で、メリットとしては、バランスがいります。バランスボールもちろん使いますんで、まあ、広いところで気をつけて行ってもらえたら大丈夫かなと思います。腰が硬い方はですね、骨盤が後傾させれないので、腰が硬い方はちょっと腹筋に効きにくいかなというところがあります。で、骨盤が前傾していると、腹筋に効かずに背中に効いてしまうんで、まあ、今回はね、背中を効かしながら腹筋を効かしますんで、しっかりね、骨盤を前傾、後傾っていう風に動かしていきます。では、やり方を説明します。はい、通常のリバースハイパーって言ったらですね、ボールに抱きついて手をついて、足をね、伸ばして、こういう風に、ワイパーみたいにね、足をこうやって、動かすんですけども、そこに加えて、今回は、普通は手を、このように、手を広めにつくんですけども、今回は、肘をついて、ボールを押さえときます。こういう感じです。ボールを押さえときます。ここから、足を、上に高く上げて、背中を効かします。肘ついたままです。こっから、息を吐きながら骨盤を、ぐーっと腰を丸めて、肘と膝でボールを潰す感じで腹筋に効かします。こっから息を吐きながら、ぐーっとボールを潰して、また骨盤を前傾です。前傾から、ぐーっと潰しながら腰を丸める。これがこうなったままね、ボールを潰しちゃうと骨盤が前傾しているのでお腹に効かないです。なので、こういう風にならずに、こういう風にね、反れてる腰を丸めてください。そうすると骨盤が後傾してお腹に効きます。これをまず10回やります。そして次に床でやります。ボールない方はこれをやってください。ボールがある方は、こっから手は楽にしてもらって、前ももを持ち上げて、膝を曲げて、ゆっくり遠くに伸ばします。で、また曲げる。伸ばす。曲げる。前ももをしっかり床から浮かしてください。この2種目を10回ずつやっていきましょう。ボールを潰すときはしっかり息を吐いてお腹を締めてください。あんまり足を上げちゃうとね、前に転げちゃうんで気をつけてください。肘ついてボールを潰しておきます。では、10回いきましょう。いきます。2種目目です。ボールをしっかり挟んでいきましょう。10回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
はい、お疲れでした。いや、ももの裏が痛い。どうですか？もも裏しっかり効きましたでしょうか？スクワットよりもね、こういった方が足は細くなりやすいです。というのもね、スクワットはやっぱり体重によっては負荷がありますから、前ももがね、しっかり太くなる方ももちろんいます。背が高い方はなりにくいですけども、背が低い方はね、横に筋肉広がりやすいんで、まあ、今回みたいなね、負荷の軽いもも裏にしっかり効くエクササイズをすることで、前ももがスッキリして、丸い綺麗な足になります。はい、お疲れでした。いや、リバースハイパー応用編。10回2セットね。まあ、2種目。お疲れでした。まあ、ボールがない方はね、後にやったエクササイズを足を広げてね、まあ、クッション挟むとかしてやってもらえたらしっかり効きます。まあ、背面全体にね、しっかり効いてます。で、腹筋の深層部。腰がしっかりね、クッと丸くできた方は、お腹の奥に効いてますんで、まあ、適度にね、これをすることで、翌日お腹すっきりしたりします。で、もも裏にしっかり効いて、お尻に効いてます。骨盤をね、しっかり後傾させて腰が丸くなれた方はお腹にも効いてます。別々でやっぱりやるよりですね、もも裏お尻効かしてそのまま腹筋をする、1個のエクササイズでね2度美味しいので、こういったねできるだけ鍛えられる部分が多いエクササイズを選んでください。まあ、バランスがね少しいったと思います。まあ、前にね転がりそうな方とかね、肘ついてたらバランス悪い方とかねいたと思うんですけども、まあ、だんだん慣れてくればね肘ついてやってください。で、腰がねやっぱり硬い方は骨盤が前傾しちゃってるので、まあ、さっきやったみたいに腰が反れたままボールを押さえる感じになると腹筋に効いてなくって腰に効いてます。なんで腰がちょっと痛かったかなって方はね、ちょっと骨盤が前傾がちかもしれませんので、まあキャットバックとかをねやって腰をこうやって動かして腰を動かすことを上手になってください。ということで今回は背中全体腹筋にしっかり効くリバースハイパー応用編でした。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。 SNS されてる方はよかったらシェアもよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。